ライプツヒは第一次世界大戦後に建造されたドイツ海軍の軽巡洋艦。ライプツヒ級軽巡洋艦の一番艦。官名ライプツヒはザクセン州の都市。その名を持つ艦としては4隻目。ビルヘルムスハーフェン交渉で建造。1928年4月18日寄港。1929年10月18日浸水。 1931年10月8日、ビルヘルムスハーフェンで収益。第二次世界大戦開戦時には、ポーランド艦艇の脱出阻止任務についており、それから北海での機雷敷設任務などに従事した。1939年11月には、戦艦、シャルンホルストとグナイゼナウの出撃に途中まで同行した。11月7日、キールのホルテナウ沖で、術練習 ブレムゼと衝突。修理に一週間を要した。ドイツの駆逐艦は、イギリス東東岸沖に、機雷敷設を行っていて、その支援のために、巡洋艦が投入された。12月12日、そのような支援作戦の一つで、ライプツヒ、ニュルンベルク、ケルンが、シリックローズから出撃した。12月13日10時40分に、デンマーク戦チャーコフが発見され、 ライプツヒが臨検を行った。ドイツの巡洋艦はイギリス潜水艦サーモンに発見され攻撃を受けた。まず11時25分にライプツヒが光りなりした。魚雷は第1ボイラー室と第2ボイラー室の間の隔壁付近に命中し、両ボイラー室は浸水。第3ボイラーも燃料に水が混入して停止した。死者は14名で。 すべてボイラー室にいたものであった。続いて、ニュルンベルクも、ひかみなりした。ライプツヒは沈没の危険はなく、ディーゼル機関での自力航行は可能であったが出せる、速度は10ノットであった。13時40分に駆逐艦、ヘルマン・キュンネ、リハルト・バイツェン、ブルーノ・ハイ・ネマンが合流し、それらに護衛されて3隻の巡洋艦はキロに着いた。ライプツヒと、 ニュルンベルクの出せる速度の違いから、リュッチェンスは別々に帰還することを決め、ライプツヒには、ケルンとリヒャルトバイチェン、ブルーノハイネマンが同行した。翌朝には、駆逐艦、ヘルマンシェーマン、フリードリヒーインや F ボート、R ボートと合流し、ケルンはヘルマンシェーマン、フリードリヒーインを伴い、ライプツヒとは別れた。12月14日、午後、ライプツヒなどは、 イギリス潜水艦アーシュラに発見され攻撃を受けた。発射された魚雷は F9 に命中し、F9 は沈没した。同日夕方、ライプツヒはブルンスビュッテル沖に到着した。ヒールのドイチベルケ社で修理が開始されたが、1940年2月27日にライプツヒは退役、完全な修理は行われず、 ライプツヒは1940年12月1日に練習艦として最終駅した。1941年6月、通称破壊作戦に出撃する従順洋艦、リュッツオーを護衛する。9月、サーレマー島攻略を支援する。1942年12月のバレンツ海回戦の結果出されたヒトラーの命令により、ケルンも退役した。 1943年8月1日最終駅。1944年10月15日、グギニア沖で、ライプツヒの中央部に、従順洋艦、プリンツオイゲンが衝突した。この衝突で、ライプツヒは19名の死者を出した。翌日2隻は引き離され、ライプツヒは、ゴーテンハーフェンへ移行された。1945年2月、ライプツヒはどうにか。 自力航空化のような状態にされ、以降避難民の輸送やソ連軍に対する砲撃に従事した。1945年12月20日退役。ビルヘルムスハーフェンで宿泊艦として使用された後1946年7月20日にスカゲラク海峡で沈められた。ありがとうございます。